んにちは、まなみです。めちゃめちゃ久しぶりの YouTube 通常動画投稿なんですけど、今日はあの祭りに行くので、祭りに行く日のヘアアレンジをしたいと思います。ショート動画は結構載せてるんですけど、通常動画っていうのかな、なんか長い動画は本当に久しぶりで、もし待ってくれてた方がいたらあのすいませんお久しぶりです。ということで始めたいと思います。今日全然時間なくて、めっちゃあのあれなんですけど、スピーディーにやっていこうかなって思うんですけど、今日はこういう服を着ていこうと思ってて、後ろがちょっと空いてるデザインなので、髪の毛を全部上で上げたりとかしたらちょっと露出しすぎる感じになると思うので、下ろしつつアレンジしたいと思います。ちなみにいつもこの動画に出てくれてるサオリンと行くんですけど、ちょっと前髪巻きますね。とりあえず前髪はね、横に流しながら巻くと、まあなんとかいい感じになります。で、私は結構服でアレンジを変えるタイプです。今日はちょっと可愛らしい感じなので、可愛らしくなりすぎないアレンジにしたいと思ってます。顔周りはこれぐらい残して結びます。下で結びます。背中が空いてるので下の方で結びます。ゴムを結びながら下にずらしていく、わかりますかね、こんな感じです。上の方もなんかゴムは結構使いますが、ゴムしか使わないアレンジです。あ、ゴムしか使うままちょっと薄なんですけど、ゴムを使ったアレンジです。ピンは使わない。こんな感じでゴムを下にずらしながら結びます。ゴムとゴムの間の髪を引き出します。引き出します。なんかこういう可愛らしい服の時にハーフアップとかしても可愛いんですけど、なんかザ・デートみたいな感じになるので、それはそれでまた可愛いんですけど、今日はあの友達とお祭りに行くので、なんかガーリーになりすぎない感じにしたいなって思ってます。一緒に遊びに行く友達の系統とかにも合わせたりすることが多いです。今日一緒にお祭りに行く子は可愛い系のお洋服を着てるお友達なので、ワンピースにしました。なんかダイソーで刺繍コーナーに売ってるやつなんですけど、これ4つ入りで100円で売ってるんですけど、この下のやつを使おうかなって思います。この周りをもうちょっと巻こうかな。今年初めて夏らしいことするんですよ。全然夏らしいことしなくて、なんか去年はいろいろなんか行ったんですけど、プール行ったりとか、なんかいろいろ行ったんですけど、今年はね、夏もともと苦手で、ちょっと夏らしいこと全然できてない。巻きます。で、結構強めに巻きます。どうせ暑くて湿気とかで取れるんで、巻いても髪の毛はこんな感じになりました。ゴムをずらしながら結んで、間の髪を引っ張って出しただけです。これだけでもすごいおしゃれですよね。毛先がくるんってなって、でこれをつけます。今日は緑なので、これにしようかな。ちょっと黄色みのある紐なんですけど、これをつけます。根元に結んで、根元は結構きつめに結びます。これをずらしながら巻いていきます。髪の毛長くなりすぎて紐が足らん、まあ、無理やりちょっと若干紐足りてないんですけど、最後は紐が足りてないのでゴムで紐を留めます荒技。こんな感じ、まあ、ゴムで結んでおくと安心ですよね。こんな感じですね。2回ぐらい結んでおきます。ゴムがね、切れたりする時もあるので、外でゴムが切れないように二重にすることが多いです。できました。あっという間に10分経ってないぐらいなんですけど、アレンジが完成しました。可愛くないですか？時間がない。服装に合わせた匂い、香りもつけようかなと思うんですけど、カシス系の匂いがいいかな。今日の服装の髪型やと。じゃあカシス系の香水をつけようと思います。私の好きな香水香りはこんな感じです。これは結構甘い香りなんですけど、冬とかにつけることが多いです。夏は甘い香りをつけるとちょっと甘ったるく感じるので、これは冬おすすめです。これはカシスの香り、カシスの香りです。これは結構カジュアルな服とかの時にもつけることが多いです。香水のつけ方独特なんですけど、香水の匂いめっちゃするっていうよりは、ほのかに香るか香らないぐらいかでいつもつけてます。
これ私はめっちゃ好きな香りなんですけど、これは姉にプレゼントでもらってリピートしてます。チューリップフェルナンダのフレグランスボディスプラッシュフランセーザチューリパスって書いてます。これもおすすめです。めっちゃいい匂い、よく使いますし、香水じゃなくてボディ用化粧水なんですよ。なのできつくなくてほのかにチューリップの香りがするっていう女の子らしい香りなんですけど、甘すぎないっていう、なんか絶妙ないい香りなんでめっちゃ好きです。急に香水紹介になったんですけど、ヘアアレンジ完成しましたのでお祭りに行きたいと思います。それな、花見ちゃうけど綺麗、東区ペオ天神祭りです。テリー乾杯。さすがに映えではない。神戸牛ロース乾杯。キュウリと神戸牛を食べました。全然花火見れんで、うん、花火は低いな。あんま見られへんかったから食べました。次の目標は、目的はキャラクターで頑張れー頑張れー。あー、いけたー。え、うまー、待って、うまい。全種類あった。かわいい、ドナルド。すごい。サオリンはこのリトルグリーンメン狙い。かわいい。お、すごい。早速。イエーイ。めちゃ取れるよな、意外と。これが欲しい。かわいい。お、すごい。あ、もらいます。あ、いい。いや、すごいすごい。あ、これか、これか。ついに、すごい。6個も取れてる。かわいい、かわいい。乾杯。乾杯。食べかけだけど。カステラ買って帰ります。めっちゃ一人でこんなでかいやつ。大量大量いっぱい食べた。楽しかった。楽しかった。お祭り楽しめたから。うん、めっちゃお祭り久々の4年ぶりぐらい。楽しかった。声もできた。じゃあね、天神祭りでした。